誕生日おめでとうをしてくれました。嬉しいですね、ありがとうございます。とってもとってもいい一日になりました。今日はさ、同期がいなかったんですけど、まあちょっと MC で話したけどマネージャーさんが知らなかったらしいです、私が誕生日ってことで、こんなことになりました。めっちゃ合わせる顔がないって言われたマネージャーさんに、本当にごめんねって言われて、いや大丈夫ですよ。昨日か一昨日クリエイターズがあってさ、その時にさマリアちゃんとかささやかととも話しててさ、同期がいないんだよねっていう話してて、マリアちゃんがマジでいぶきおらんかったら終わってたねって言われて、マジで本当にそう、いぶきおらんかったらちょっとぼーっとしてたかもしれない。知らなかったらしいですよ。まあそりゃメンバーのさ誕生日は把握できないですよね。でも楽しかったです。まあ生誕祭はまたね別の日になるので。その時にいろいろね多分お話しすることになりそうなんですけど、マネージャーさんに謝られた、本当にごめんねって言って、まあでもそうだろうなと思って、あ絶対知らないんだろうなと思った。だってさ知っててさいない方がちょっとさすがに悲しいじゃないですか。だから、ま、知らない方が逆に良かったかもしれないっていう感じです。って感じですね。まあ特になんか公演をしていたので特に何かがあったとかわけじゃないんですけど、なんか公演を普通にしてたから逆に自分本当に誕生日なのかなって思ったりました。誕生日って感覚はなかったです。今日なんか去年はなんかおばあちゃんが福岡に来てくれてて、おばあちゃんとおじいちゃんがでそれで遊びに行ったんですよ。なんかお出かけしに行ったからその帰りとかお祝いしてくれたりしたからすごい、あ誕生日だって感じだったけど、今年は公演しかやってないから別に誕生日って感じはしなかったです。19歳ですってどうしますか皆様どうもしないけどさ、どうする、どうする、怖いんですけど。あさっきねマリアちゃんからねだっけギフトをもらって、でチーズケーキをもらったんですよ。だから一緒に食べよう、食べる約束しました。一緒に食べようねって言って、ゆうきもさケーキくれたりさ誕生日プレゼントくれたり、すごいありがたいですね。皆様ありがとうございます。
ね、見えるかわかんないけどさ、あ、若干見えるかも。こう見て、この大量のこれ、めっちゃ写していいかわかんないけど、大量のお菓子、これはさやかがくれました。なんかランドセルみたいになってるもの、なんか作ってくれたっぽくて、お菓子でリュックみたいなやつを。でもなんかね、すぐ壊れちゃったけど、でもいっぱいお菓子あるからどうしようかなと思って、多分1年間ぐらい食べない、残ってそう。置くところもさなくてさ、どうしようと思って椅子に置いてる。そう、ありがたいです。なんかね、いっぱいお菓子をねくれたのよ。で、私ってお菓子をチョコ系なら買うんですけど、このスナック系菓子を買わなくて、あんまり。だからどうしようかなと思って、だから人と食べようかなと思って、マジでいっぱいある、びっくりいっぱいあるよ。もうこれ本当に写していいやつかわかんないから思い写せないけど、なんかランドセルみたいになってるから、もうなんか箱覆われてんのよ。あるんですよね、嬉しい。パーティー誰かとしようかな。パイの実あるよ、あと食べっ子動物もあるし、片揚げポテトもあるし、あとヤンヤンつけ棒みたいなもあるし、いっぱいありますね。確かにドラサ呼ぼうかな。チョコ系はね買って食べるんですけど、ほんとスナック系をね食べないんですよね私。まあ誰かが投げてくださってるね、島しゃけさん、わしだいさん、ありがとうございました。はお誕生日プレゼントありがとうございます。皆さんありがとう。ラメが綺麗です。今日いっぱいあるよ。またいつかメンバーを呼びたいけどね。みんなで食べないとマジで一人では食べれない、これ全部。まあ一気に食べようとしなくていいけどね。1年かけて食べたいと思います。1年かけてね。スイッチ買いたいんだけど、すごい迷って、で今買うべきなのか、なんかまだなんかそんな欲がなくなっちゃったんですよ。でも買いたいっていう気持ちはあるし、別に前ほどが よくあるわけでもないって感じで、どうしようかなって悩んでて、年明けでもいいなと思いながら、どうしようかなって。ね、また誰か投げてくださってる。満足ですか、何かさん。これは熊タワーっていうんですか。ありがとうございます、皆様いっぱい。ありがとう。わあ、明日から本当に本格的に19歳になるって思うのがちょっと怖いです。まだ実感なんかない。わあ、スイッチは、あ、そのマリカーもやりたいし、スプラも欲しいんですよ。でも私バイオハザードをずっとやりたくて、バイオハザードをねずっとやりたいと思ってるんだけど、意外とさ、あれネタバレしちゃっててさ、意外とその何 YouTube とかで
見ちゃったりしててさ、ネタバレ結構しちゃってるからどうしようかなと思って。でもあれバイオハザード別に買っても一人ではできないなと思いながら、でもいぶきが買うなら一緒にやるから呼んでって言われて、じゃあ買ったら呼ぶねって言って、そうバイオハザードやりたいんだよ。いや怖いの分かりながらもやりたいって感じ。怖いのは分かってるんですけどやりたいんですよ、楽しそうだから。買うべきかな迷う。でも一発目のカセット迷うよね。でもね、あのマリオパーティーもやりたいね。どうしたらいい、何をまずさ本体を買えっていう話だよね。でも私マジで買ったらさ、その他のことできなくなりそうなんですよ。その覚えなきゃいけないものとかさあったりとかしたらうずうずしそうで。どうしようかにゃー。まず一発目何買うかだよね。楽しいのスプラ、やっぱり無難だなスプラ。そう、あつ森もね、なんだっけ、自粛でさ流行ってさ、マジでその時も買うか迷ったけど、その時はなんか買わなくてよかったなって思った。ちょっとすぐ熱が冷めちゃう人だったから、ソフトだけプレゼントしていい優しい。やっぱバイオハザード買いたい。ちょっといぶきとやろっかな。買ったらちょっといぶきずっと家にいそう。そんなこと一人では絶対できないから、いぶき呼んでやろっかな。一人でできないのに買うなよって話よね。要するにゲームが得意なわけじゃないんですよ私。普通にやりたいだけで、そんなガチ勢の方からしたら多分イライラされるぐらいの弱さだと思うから、そんなガチ勢ではないです。なんだっけな、いつだったっけな、半年前ぐらいにもすごいバイオハザードをやりたい期間が来まして、マジでその時も買うか悩んだんだよ。すっごい買うか悩んだ、マジでカートに入れるぐらいまでも行ったけど、待てよと思って一旦置いてみようと思って、やることがあるから一旦置こうと思って、一旦置いたら一瞬ちょっと忘れて、でまた確かにバイオハザードの実況配信やばそう。事故悩んでるってことはいずれ買うことになるだろうなと思いますね。スイッチ自体は買いたいってずっと思ってたので買おうかな。なんでやりたいと思ったんだ、なんかやりたいってなったんで。誕生日ありがとうございます、みんな皆さんもありがとうございます。わあ足がしびれた、痛い。これはしびれてんのかつってんのかが分かんない。トレーナーかわいいでしょ。でも早速汚した、マジ汚す癖ある。去年買ったトレーナーめっちゃかわいくてさ、ずっと着てたトレーナーあったのにさ、今年出してもう
回めっちゃ汚れててあれってなって超汚してんじゃんと思ってちょっと悲しくなりました。マジ本当汚す癖あるな。ダメ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 。だからね黒系買っちゃうんですよね。今回はちょっと白買ったんですけど、いつも黒系買っちゃう。まあみんなあのメッセージとかすごくありがとうございます。昨日のさ日付変わった瞬間にもうバーって あってすごいありがたいなと思いました。すごい女の子のファンとかはさケーキと一緒に写真撮ったりとかさ動画作ってくれてた子とかいたりしてさすごい嬉しかったです。ありがとうございます。今着てるの何サイズだろう。でもこれフリーかもしれない。でも意外とでかい。めっちゃでかいです。でかいのを買いたくなるから男サイズとかも全然好きだし買うなら L とか L 以上かな買えますね。トレーナー系はちょっと大きく着たいので L 以上が多いですかね。そっか、ハロウィンのイベントもやってんのか、今。そう、ワンピースになりそう。そうそうそう、そんぐらい。ワンピースよりもちょっと短いぐらい。ワンピースは縦に長いけどこういうのは横にも長いから横長いというかでかめオーバーサイズそういうのが好きです。パーカーよりもトレーナーが多いかもしれないです。楽だから使い終えるよりもアパレルブランドのコラボ服です。ねえ、出してみたいです、そういうコラボ服とか。でもなんか買ってくださる方がいないと出せないからね、そういうもの。だからまずは、たくさん応援してくださるファンの方をつけるっていうのが大事ですよ。コロコロ誕生日ありがとうございます。生誕って言われ何サイズだろう。私結構でかかった気がする。 L とかかな。何サイズまで売ってるんですか生誕って言って。意外と T シャツも大きめ好きですよ。でも T シャツの場合はズボンにインするからそんな大きすぎてもちょっとボコボコするのでインした時に服がだから難しいところですよね。まあでも夏服だったら丈が短めなのも多いかもしれないかな。マジで私のインスタ見たら分かるけど丈短めなの多すぎてさ服の系統が分かりやすすぎます。19歳はどんな年になるか分かんないですけどいい年になればいいですね。何があるか分かんないけど。でも早速マジで年が超えてからさ
いろいろ変わりそうじゃないですか。まあ変わる予定があるからね、チームが変わったりとか、だからなんか変化とかありそうですけど、難しいよね。いい年になればいいな。毎年言ってるけどね。どんな年になるだろうか。Xガールのトレーナー持ってますか。Xガール好きだけどね、トレーナーは持ってないんですよね。 T シャツは持ってるんですけど、トレーナーは持ってなくて、今すごく買おうか悩んでる。いいねだけ押してます。 Xガールめっちゃ好きなんですよ。可愛いよね。トレーナー系 Xガールとか着るしとか好きです。ねえ、いろんなお仕事ができればいいですけど。皆様の力もすごく必要なので。なんか私って本当にそのまあでも生誕でも話すんですけど、その TGC もだしラビニスもだし、皆さんの力でもらったお仕事ばかりで、まあ、それもいいことなんですけど、大人の方に選んでもらえるようにならないとですよねって思いました。ん？さやまるギフト投げた。パパさやかさんだって。これはなんだ、タワー、タワー2本分ですかね。ありがとうございます。すいません。花火ありがとう。さやか、さやかがさ、こんなガチガチすぎて面白い。申し訳ないわ。ありがとうございます。パパさやか様、ありがとうございます。嬉しいですね、皆様。ありがとうございます。花火タワー初めて見たかもしれないです。かわいいね。まだ花火なんてあるんだね。だって夏終わったよ。誕生日おめでとう。ありがとう。すごい、みんなからお祝いメッセージをくれて嬉しいですね。ありがとうございます。でも10月はすごくお誕生日が多いから、皆さんも忙しそう。皆さんも忙しそう。ありがとうございます。あ、これハロウィンギフトなの。花火じゃないんですか。そうなの、すいません。これ花火だけどハロウィンギフトなんだ。申し訳ない。ありがとうございます。ぜひ生誕も皆さん入ってください。生誕の時にはすごく席が満タンになってる時だから、空いてたら嫌だからさ。空いてたら嫌だからさ。でもなんかさ、リコちゃんが卒業を発表してからさ、まあ、10月面が多いっていうのもあるけど、通常公演が少なさすぎてさ、多分そうなるじゃないですか。だって生誕が多分続くと思うんですよ。だからね、悲しいけどね。では読みます。13位チウエイトさん、チウ8さん、12位ナスヘイシさん、11カサッペさん、12
10位田中アンナさん、9位はやったーさん、8位リノノさん、7位あーちゃん、6位植木チルドレンさん、5位ポンタロさん、4位わしだいさん、3位しましゃけさん、2位万蔵ですが何かさん、1位パパさやかさん、ありがとうございます。ありがとう。マジで H に10月が固まりすぎてさ、毎年のことなんですけど、あと2分、わーい、ありがとうございます。10月誰もいないんだ。そうなんですね。まだ1分以上あった。これからもよろしくお願いします。確かにプロフィール欄ちょっとあれだね、変えないとね。私のツイッターとか、そう、あさっては錬金なのでちょっと練習をしなければならないんですけど、恋愛禁止条例もさ、出れる人が、卒業をするメンバーが3人ほどいるので、すごく一個一個大事になってきます。では終わります。ありがとうございました。皆さんまた来てください。バイバーイ、ありがとう。